ハゲちゃん。さあ、ハゲちゃんの時間がやってまいりました。やりました。引き続き、ももちゃんさんのゲストにお迎えしております。名字がももち。あ、ももち。あん。もも。ちあんじゃないですよね。そうです。ももち。あんですよね。も。ももちあんじゃないですよね。それではないですよ。それではないです。そうじゃないです。ももちあん。はい、ももち。はい。進行できなくてぐらいハマっちゃうんですけど。で、ももちゃんを紹介したところで、はい、また来週。ありがとうございました。はい、ということで、今回はですね、ももちゃんさんをお迎えして、はい、中日の応援歌クイズをやっていきたいと思います。はい。何それ。小田さんに中日の選手の応援歌のクイズをもう出していただいて。いつの？今の？まあ。ミックスですね。ミックス、はい、どうですか、応援歌、自信ありますか？うん、あるっちゃあるけど、ないったらないね。お、なんかこう、現役の時って他の選手の応援歌とかは口ずさめるぐらいは覚えるんですか？うん、まあでも、強い時っていうかの時はみんなあったね。例えばね、ホームランかとか、セタイロンとか、レフトへ、ライトへとか、まあそういうのはあったね。で、俺の応援歌は、でもそのクイズが出てくるかも知らんけど最初の俺の応援歌、何だったでしょう、はい、逆問題中日に入った時の入った時、いや、私多分答えわかるんですけど、ちょっと言ってみて。入った時は汎用応援歌じゃなかったですか？ODA と ODA から正解。わぁ、すごーすげえ。ODA どんどん、ODA どんどん、これが永遠に続きます。そうです、そうなんですね。え、名前ばっかりじゃん、俺応援歌じゃねえじゃん。そうなんですよ。ODA どんどんって ODA ってみんなやってくれて、どんどんみたいな太鼓がどんどんって入ってる、そればっかりずっと。だから俺がバッターボックス外してもそればっかりずっと、もう切れることなく。でもあのね、一回止めて、またあのその応援の人がピピーってもう一回言うんだけど、ピピーってもう一回始まるんだけど、また ODA どんどんってまた始まるね。そうなんです。さすがです。すごい。いや、マジすごい。小学校くらいの時は本当によかった。小学校。時代の流れに。ということで、じゃあまず1問目をお願いします。はい、では、歌詞を読み上げますので、その歌詞から、誰の応援歌なのかちょっと当ててみてください。これ、はい、IQ 結構あるからね。おー。では、読み上げます。強い風に立ち向かえ、永遠の伝説となれ。熱く走れ丸々、そのスピードで。これなんか歌うのと文字で言うのだったらまたちょっと雰囲気変わりそうですね。ちょっと違いますね、これ。多分音程とかがあったらピンとくる方結構いらっしゃると思います。そうですよね。ちょっと歌ってみてよ。タラ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 タタラ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 タタラ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 。うまい。もう歌ってるのはチャラなのになった。でもね、まあ一つからしたら、はい、スピードでとかっていう2人おるよね、まず。そうですね、大島か、あと走れるやつだ、まあ、あの京田とか、まあ、だからそういう感じのやつなんでね。ちなみにですが、1999年から2012年までプレーされてた方となっております。もっと速い、足の速い荒木とか井端とかそういう次元の問題。荒木ファイナルアンサーですか？じゃないけどいいですね、フェイントですね。1998年にドラフト4位で選ばれた井端さん。4位でしょ、はい、1998年の4位でしょ、はい、僕と一緒だもん。今も携わってるくださってる方ですよね。あ、わかった、わかった、もうわかった、もう本当によかった。はい、お願いします。秀則。正解です、ハッピーさん。さすがです。同級生、同級生。熱く走れ、〇〇のとこにいた秀則さんが入ってた。熱く走れ、秀則って感じになりますね。すごいね。すごいです。正解ですよ、2問目。ということで、2問目に、はい、これなんか正解したらもらえるとこない？お米10票。いらない。いらない。タワラにしとく。いらない。タワラにしとくじゃないもん。そういう問題じゃない。じゃあ、私の DVD あげます。あら
いらなさそう。いや、いるよ。いるよ。持ってる、持ってる。ありがとうございます。2本目お願いします。2本目、はい、行きたいと思います。読み上げます。飛び出せ〇〇、ハヤテのごとく、その手でチャンスを切り開け。これも、小川さん結構あの、ゆかりのある方ですか？そうですね。ちょっと、もうちょっと、あの、音程で。歌っていただいて、じゃあ。タラ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 。すごい大ヒントがハゲちゃんにも出てた。それさ、多分聞いたことあるんだよね。結構。そうですね。先ほどのチャンの名前が、ね、飛び出してくれる、チャンスを切り開いてくれるような選手です。大島。正解です。ピンポンピンポン。さすがです。小田さんがすごいんですよ。選手の方ってそんなわかると思うんじゃないですか。あのね、よく言ってくれたよ。あのね、ハゲちゃんの、あの、奈々ちゃんもそうだけど、スタッフもそうだけど、俺の凄さ分かってないの。そうなんだ。今、今日言って帰った方がいいと思うよ、それは。絶対そうだと思います、これ。そうそうそう。分かりました、今。分かってますよ。分かってない。本当ね。ありがとう。今日来てくれてありがとう。いやいやいや。3問目お願いします。はい、3問目いきたいと思います。技で見せろ力の限り、新たな時代へと今スタート。新たな時代へと今スタートってどういうこと？なんか今そこです。おさん読まれたそこをもう一度。新たな、はい、え、もう一回で。新たな時代へと今スタート。今スタートです。今スタート。前半の鍛えた技でとかってところもちょっとその方の経歴とかちょっと重なる部分はありますね。内野手の方ですよね。そうですね。井端さん、おひげが、あ、結構チャームポイントですよ。ひげ、いいですね。私結構なんかおひげのイメージがすごく強いです。乾杯っていう感じですね。乾杯っていう感じ。今スタートですね。今社会人やられてますよね、はい、大学の。分からん、これ分からん。じゃあ正解発表をお願いいたします。じゃあ正解は阿部選手です。トシキ選手ですね。マスターが相性らしくてですね、いいマスターと。ああ、そういうことか。かかってる、おしゃれですね。でも28歳なのね。そうです、もうそんななっちゃう。そんなになりました。なりました。おしゃれ、相性おしゃれなんですよ。ということで、じゃあ4問目、はい、お願いします。4問目突入したいと思います。波動を極める男、今だ見せてやれ〇〇〇、その名響かせていざ終わりなき道を行く。かっこいい。かっこいいんですよ。武士みたいな。かっこいいですね。まあ、僕も最近もね、話題に上がってる若手の選手で、2018年のドラ1ですね。は2018年のかなり大ヒントですね。ドラ1ですね。もうね、最近の試合もね、活躍されてネオ、ネオ。お、正解です。ヒット出してきましたね、今。すごいですね。ネオアキラ選手ですね。かっこいいですね、ネオ選手の応援歌。波動極めるということで、はい、5問目、5問目いきたいと思います。何問あるのこれ。これですね、あと3問、あと、あとに、あ、今の入れて、あと3問。はい。そのプレーで世界一世風靡しろ、三男と今輝く一番星よ。一番星ですね。子がかっこいいですよね。かっこいいです ね、 ね、女性のファンがすごく多い選手です ね、 ですね。かっこいいと思って決めておりました。2014年ドラ1と7位ですね。ピッチャーじゃないよね、野手だよね。一番星がもうめちゃめちゃヒントですよね。めちゃめちゃヒントです。ほぼ答えみたいな。一番星、あああれだ、強打で、だと思いきや思いきや思いきや一番星だ。お名前に、そうです、一番あー、一世ね。ほう、正解です。次は遠藤選手ですね。
だから一番星。一番星。いいですね。そうなんかそういうのおしゃれですね。ちょっとじゃあこれ歌っていただいてもよろしいですか。はい。前奏からいきます。普通の。はい。ここで。そのプレーで世界一世不備しろ、三段と今輝く一番星よ。いい曲なんです。歌もうまい。いやいやいや全然ということで残り2問です。はい、お願いします。はい、続いての問題いきたいと思います。幾千と光る栄光の奇跡、再びこの地でいざ舞い上がれ。もうこれ再びこの地でっていうのが大ヒント。あ、あいつや、あれ、ちょっと待てよ、背番号2番の、あ、違うあれ東方のやつじゃない、なんか最近、そうですね、最近再び、ここ最近あ、そういうこと、福留。はい、正解です。なんであっち、うちのとこからうちのチームがねえし確かに、うちのとこからって言っちゃったということで、最後の、もうこれはもうもうこれは分かると思います。なんなら一言目で分かるから。じゃあ、読んでいきますね。ヤマトの俺俺俺よいしょいや、もうそこで分かるんだ。さすがです、さすがです。ということで、応援曲どうでした、奥さん。いちょっとこれぐらい歌わせよ、みんな歌ってんの。ヤマトの誇りの胸に秘め、男公平今行くぞ、さあ、雄たけび上げながら勝利をつかめ、 O D A 公平。ちょっと歌ってもらおうか。ぜひぜひ、ちょっとここだけやろう。ん、どうでしたっけ出た、他の知ってんのに小田さんね、歌っていただいて。俺もあんまり分からへんね。ヤマトの誇りを胸に、姫これ、うん、姫、姫、男公平今行くぞ、さあ、おたけび上げながら勝利をつかめ、 O D A 公平。すごーい。どうですか、久しぶりに。まあ久しぶりに言ったけど、俺なんだけ全然音程分かってない。いやいや、そうそう、ギリ生まれてるぐらい。そうね、ちょっと恥ずかしい。すごーい、そのクイズ考えていただいた。いや、だから ODA の次にこれだったんです。だからもうこれが、あー、はい、さっきのあのドンドンの、うん、そっちの印象がやっぱすごく強いですね。後半も部分も ODA が入るくらい、確かにみんなで盛り上がりますね。そうなんです、すっごいボルテージが上がる、出てきてくださってすごい嬉しかったの覚えです。ありがとうございました。応援歌クイズでした。ありがとうございます。どうでしたか。うん、いやだからみんなね、同じ音程にならんように、同じ歌詞にならんように、本当によくみんな作ってるなと思います。すごいですよね。これは中日の時に思ったんじゃなしに、もうジャイアンツの時も中日の時も、あの今終わってからも思いますね。だって昔からずっと全部あるわけでしょ、うんうん、だからそれが重ならないってすごいよね。確かにそうですよね。すごい選手の方がいらっしゃる、まあ、普通にヒット曲もそうですけど、うんうん、なんでこんな重ならないかなと思います、うん、喜んでると思います。選手の方からこういうこと言ってもらえるとね。そうですね、うん、皆さんぜひ球場に行くときは応援歌も注目してみて、また応援する幅が広がって楽しくなりますよね、応援歌を歌えると球場で、うん、ということで応援歌クイズでした。応援歌クイズ終わりました。はい、はい、いつもの最後の挨拶をしようと思います。はい、はい、行きます。3、2、1、やりました、炊飯器。じゃあ。